ラコタ族ラコタとは、アメリカインディアン部族の一つで、数族とも呼ばれる。ラコタは、彼らの言葉で、友人、同盟者を表す言葉。ワパハを被った戦士、ジトカラサ、西部の大平原に居住し、テトンとも言われる。1770年代に、アメリカ大陸の中央北部の大平原に進出し、現在は、サウスダコタ州に保留地を領有している。ラコタという名称は、 彼らの言葉で自身を指し、友人、同盟者を表す言葉である。初期の入植フランス人の言葉では、テトンの区分はなく、代わりに、サンテやヤンクトンといったナコタ族と合わせて、西の数族と呼ばれていた。テトンとティントワンという名前は、ラコタ族で平原を渡り歩く者という意味である。この単語は、ナコタ族がラコタ族を指す場合に使用された。 イタジプチョ族の戦士ブラックホークが描いた大精霊ワカンタンカ彼らの伝統的な住居はティッピという移動式天幕でワパハをかぶり馬に乗って大平原を駆け回るという一般的なインディアンのイメージのほとんどは彼らのものである文字を持たなかった彼らだが指言葉によって何不自由なくタ部族と会話しまた絵文字を渦巻き状にバッファローの皮に記す 冬、数えという年代記が伝わっている。彼ら数族のあがめる大精霊は和寒短歌といい天上に住まう大自然の主である。多神教であり和寒短歌の他に数々の精霊があがめられている。白いバッファローは大精霊の使いと考えられている。2007年12月、ラコタ諸部族はアメリカ合衆国政府は 独立地域であることを保障する条約を締結以来150年に、わたって遵守していない、もはや限界であるとして、条約の破棄とラコタ共和国として、アメリカからの独立を宣言。独立国であることの承認を求める書簡を、ボリビア、ベネズエラ、チリ、南アフリカ共和国などに送付するとともに、国務省にも宣言書を提出した。オグララ族は1973年の、 ウーンデッドオニー選挙抗議の際にも独立宣言を行っている。2009年現在、正式な条約破棄は行っていない。ラコタ共和国の青写真自体は、アメリカ連邦政府が1868年に、第二次ララミートリデ条約で、サウスラコタのほぼ全域を覆う、偉大なる、数の国として、数族に対し、連邦条約で保障したものである。つまり、 ラコタ族は合衆国が一方的にないものとしたこの条約の条項を実行しますと宣言しているのである。ダコタ、ナコタ、ラコタの三部族は19世紀にアメリカ連邦政府との条約条項に記載されたスーを公式名称としている。彼ら自身もスーと呼ぶが一部には公式にあるいは非公式に伝統的な名前を採用している部族もある。 例えば、オグララは、英語名のオグララ、スーブ族よりも、むしろオグラララコタ親宛ての名前を、しばしば使用している。ラコタは、さらに大きく7つの子族に分けられる。オグララ族の国旗、ラコタ族には、以下の数限りない呼び名が記録されている。チントニャニン、チトン、チントンントズ、ティンセナ、チントン、サントタス、ティントンズ、ティントナー、 ティンティンホース、テントン、ヘクタール、シントナ、ティントナ、テントンハ、ティンテンワンズ、ティンド、ティントハウ、エチントンズ、アンソンタンズ、アトンタンズ、エチンタンズ、アトルータンズ、チトワ、テタングス、ティートンス、テートン、ティアイトアン、ティートワン、ティートワンズ、ティアイティカラワン、ティアイトワンズ、テットワン、テトンズ、チエトン、テートワンほか、ありがとうございます。